私は今、松江市急庁舎の1階フロアに来ています。こちらをご覧くださいガラス扉の立派な書家そしてご覧ください。長いテーブルに事務用机が揃っていますねさらには掛け時計まで様々な物品が揃っていますずらっと並んだ事務用品などその数 およそ300。実はこの品々新しい庁舎になりましたので、新しいオフィス家具を購入したりとかですね、して対応してるんですが、余ったものがございまして、その中の中で、あのどちらかと,と状態のいいものを、あの市民の皆様方によろしければ利用いただきたいなと思って、あのこの度無償の譲渡会をしようと思っておりまして。松江市は新庁舎移転に伴い。 これまで旧庁舎で使っていた物品の中から比較的状態の良い品を市民や市内事業所を対象に無償で引き渡すことにしましたもらえる品は1人5個まで当日午後3時までに搬出できることが条件となります上着がかけられるハンガーそして。 こののアルミのラックもあるんですねさらにですね奥にはですね大小さまざまな形の机が並んでますんで、まあ、個人そして事業所で利用するのにはもってこいですね中には記者思い入れの一品も記者室で使っていた資料ボックスですよいやこれも誰かに大切に使ってほしいな この無償状都会は今週日曜午前9時45分受付開始です。